はい、ハロー YouTube ということで、今日僕はタイムトラベラーですっていう風な、まあ、中二病みたいな動画を上げさせていただきました。まあ面白いかなみたいな感じで、エンターテインメントなんですけど、まあ、タイムトラベラーっていうのは、まあ、時間旅行者、タイムスリップとかね、タイムマシーンみたいな感じで、自分がこういう世界行ってみたいなとか、こういうとこ行ってみようみたいな感じで、旅行していると、みたいな感じのイメージですね。で、今回は、まあ、もちろんエンタメでそういうようなイメージの投稿だったんですけど、実はみんながみんな、タイムトラベラーではないかっていうね、そういう話が、明かり通るなっていうふうに思いました。毎春毎春が右か左かイエスかノーか白か黒かとかね、いろんな選択肢でずっと枝分かれしていって、その世界線っていうのは作られているとか、それがもうすでにパラレルワールドを作っていってるっていうことになるんですよね。僕ですと、まあ、自分でも面白いというか驚きなんですけど、こういうような人間になるとは思っていなかったわけで、でそれもこれも彼も、ある一時に人生が八方塞がりになったことによって、何なんだみたいなね、ことを紐解いていった結果、今の自分があるという感じです、うん、だから今ここって感じですけど、8年9年ぐらい前とかだったら、もし、まあ、その仕事とかの関係でちょっと気が病んだって感じだったんですけどね、それが仕事がうまくいって順調にいってたら、多分音楽やりながら水商売ずっとやっていってる人生っていうのも往々にしてあったと思うんですよね、うん、でその頃の自分っていうのはもうカッコつけてなんぼみたいな感じでやってまして、まあ、それはそれでね、属性のゲームというか、そのなんかいい格好したいっていう気持ちって誰しもがあると思うんですけど、うん、まあ、そういう風な人生の世界線っていうのも楽しかったかもしれないけど、自分はそういう世界線は選べなかったと言っても過言じゃないですけど、うん、その時点でも重大な2つの分岐点がこう分かれたってことですね。かっこつけてたし、かっこよかったかもしれないけど、自分に嘘ついてるっていうこともね、往々としてあったので、今の世界線としては、もちろん今の自分の方がいいし、どんどん素直になっていってるし、まあ、素直さって大事だよねっていうのももちろんあるし、うん、ここにたどり着けてよかったです。その地位とか名誉とかお金とかも全然ないんですけど、今ここ、このジャッキーっていうのを、愛おしいし好きであるという感じのパラレルを今は辿っていると、うん、でまあここからね先もどんどんパラレルっていうのは作り上げていってるという感じですね。自分で自分が、うん、で面白いんですけど、そのパラレル世界っていうのは今2024年令和6年の、この今の段階っていうのもあるんですけど、高校生時代16歳時代の自分っていうパラレルもずっと並行しているみたいで、2030年の自分っていうのも並行してて、僕っていうのは僕と言ってるような感じの僕の魂という世界線を自分が辿って作ってるんで、今16歳の、ジャッキーという魂は高校生入ってね、まあその小牧高校ってところをいたんですけど、そこにも行ってないかもわかんないんですけど、行ってる、よろしくやってるジャッキーっていうそっちの魂、その頃にはジャッキーというニックネームもなかったですけど、でやってるんですよね、うん、で彼は彼で、僕とは違う世界線をたどるんですよね。全く同じっていうのは、ないみたいでしてね、うん、でもっと言うと、あの江戸時代の僕という魂、それはもちろん僕という名前でもないし全く違う人物なんですけど、魂の、なんていうのかな、グループとしては、このジャッキーの江戸時代バージョンというのもやってたりする、西暦3000年というのも今この瞬間にもやってたりするっていうので、ずっとガーってやってるっていう感じですね。すごく面白いし興味深いなっていうふうに思ってます、うん、ですごくずっとこの世界が何なんだろう、何なんだこれ、ちょっとめんどくさいんですけどとか、おかしいなと思って結局ここにたどり着いてるんですけど、なぜ、昭和平成令和っていうこの3つの、歴史をたどれたのかとかね、1999年から2000年に移行するっていうのも見ることができたし、で今2024年、謎のワクチン
そして謎のワクチンっていうか謎のがあって、時代はまさにあのバイオハザードみたいなところに差し掛かっていってる。そして2025年何が起こるんだろうというふうなスリリングでエキサイティングな、ところにいるんですけど、こんななんかこう歴史の変わり目を見る人、そういう時代に生まれてるのって結構レアだと思いませんかって思うんですよね、うん、でそこも紐解いていった時に自分の魂がそこを選んでいってる、まあその神様っていうのか分かんないですけど、はい、あのこの時代に行って、見たいです僕は、もしくは、世界線変えたいですっていう風な感じで、生まれてきたっていうのももちろんありますし、それは僕は僕はでそんな感じだし、各々の魂、個人個人、一人一宇宙っていうので、各々が何かを経験しに、何かを変えに、もしくは何かを、うん、まあそうだね、そう、何かしらの使命、今気づいてるか気づいてないかのレベルで、今存在しているという感じですね。うん、だから毎日見てる夢とかも果たして何なんだろう、まあ、いろんなこう創造性っていうのは膨らむと思うんですけど、直感とインスピレーションと独創性を持って、ビビビってこうアンテナが反応するかもしれないですし、なんか楽しそうって思ったら、そういう視野で、また新しく、日々、生きていくのも楽しいと思います。ということで一旦現場からは以上です。変な話聞いていただきましてありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。